Writes as follows. Mary Magdalene, literally translated as Mary the Magdalene or Mary of Magdala, was a Jewish woman who, according to text included in the New Testament, traveled with Jesus as one of his followers. She is said to have witnessed Jesus' crucifixion andResurrection. Within the four Gospels, she is named at least 12 times more than most of the apostles. Wikipedia 百科事典は次のように書いています。マグダラのマリアというのはユダヤ人の女性で、新約聖書によればイエスの弟子とともにイエスと一緒に旅をしたという。マグダラのマリアはイエスの貼り付け及び復活を目撃したと言われている。4つの福音書の中でマグダラのマリアは少なくとも12回その名前が出てくる。 Also, Pistis Sophia, the Holy Bible of Gnosticism, which is a Gnostic text discovered in 1773,possibly written between the 3rd and 4th centuries AD, writes that the existing manuscript, which some scholars placed in the late 4th century, relates one Gnostic group's teachings of the transfigured Jesus to the assembled disciples, including his mother Mary, Mary Magdalene, and Martha.一方、ピスティス・ソフィアには次のように書かれています。ピスティス・ソフィアというのは、1773年に発見されたグノーシス文書のことを言います。それは3世紀から4世紀の間に書かれた可能性があるというのです。現存する文書は、学者によれば4世紀後半のものとされていますが、弟子たちが集まっているところに姿を変えたイエスが現れたというのです。そのグノーシスの教えに関係したものということになっています。その弟子の中にはイエスの母のマリア、マグダラのマリア、それにマーサ、マルタが含まれているというのです。 And a controversial document that suggests that Jesus of Nazareth had aWife is mostly likely ancient and not a modern forgery, according to a paper published in the Harvard Theological Review.
そしてナザレのイエスには妻がいたかどうか、ハーバード神学報告、ハーバード・テオロジカル・レビューによれば、その論争になっている書類は近代に偽造された偽物ではなく古代のものである可能性が高い、 Most likely ということが分かってきました。 The papyrus fragment known as the Gospel of Jesus' wife has been the subject of widespread debate since it was discovered in 2012 because it includes the phrase Jesus said to them, My wife. そのパピルスの断片はイエスの妻の福音書として知られています。それは2012年に発見されて以来広く論争の的になっています。というのもその中にイエスは彼らに私の妻は、繰り返します、私の妻はという記述があったからです。 Then the question is that who Mary the Magdalene was and where she was from, and the biggest question is thatwho his wife was, if Jesus his own wife. 問題はマグダラのマリアとは誰なのか、どこから来たのかが最大の謎は、もしイエスに妻がいたとするならその妻とは誰なのか、マグダラのマリアのことなのか、あるいは別の人物なのか、今日はその謎解きに迫ってみます。広し林、浜松シティ、ジャパン。今ご覧いただいているのは皆さんご存知のレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる最後の晩餐と呼ばれている絵です。しかしレオナルド・ダ・ヴィンチはですね、他の絵の中でもそうですけども、一つのテーマを描きながら全く別のメッセージをその中に数多く隠し込んできました。で、最後の晩餐もその中の一枚であると私林博士は判断しています。この最後の晩餐での最大のポイントはですね、イエスが中心に座っていますけども、そのイエスの向かって左側、つまりイエスの右側に座っている人物は誰かということです。一般にはヨハネということになっていますが、この人物はどう見ても女性顔です。で、私林博士はその、イエスの向かって左側に座っている人物はマグダラのマリアではないかという仮説を立てて、今まで話してきましたが、それでも辻褄が合わなくなります。それについては別のところでまた話しますけども、このイエスの向かって左側に座っているこの人物は、私はイエスの妻ではないかと考えています。となるとこの最後の晩餐の絵は何かということになりますが、それは今日の結論ということになりますが、それを先に話しておきます。つまりこれはイエスの結婚式の様子を表現したものだと私林博士は判断しています。もっと分かりやすく言えばですね、イエスの向かって左側、つまりイエスの右側に座っている人物はイエスの妻ということになります。となるとその妻は誰かということになります。今日はその謎解きに迫ってみます。そういう意味では今日の謎解きはとっても楽しい謎解きということになるのかもしれません。で、その謎解きのきっかけとなったのがマイケルアンジェロ・ブラノティの描いたカッシナの戦いの絵です。私はこの絵はですね、イエスと18人の弟子を描いた絵というふうに判断しています。で、それをこれから順に説明しますが、今赤枠で囲ったのが、これがマリアです、イナンナです。そしてその右といいますか、黄枠で囲ったのがシャマーシュ、イエスです。神聖数はイナンナは15、シャマーシュは20です。それをちょっと記憶に入れておいてください。そしてこの絵はアゴスチノ・ヴェネチアーノの描いた絵ですけども、この絵の中には一文字で数字が隠し込まれていました。
1502とあります。15というのは先ほど言いましたようにイナンナの神聖数です。20はシャマーシュの神聖数です。古代ヘブライ語は左右自由に読み書きすることができましたから、02は20と読み直します。つまりここに描かれているのは一番左にイナンナ、一番右にシャマーシュということになります。そしてこの絵とですね、先ほど言いましたミケランジェロ・ブラノチの描いたカシナの戦いの絵と比較してみます。上がアグスチノ・ヴェネチアノの描いたスケッチ画ということになります。そして下がですね、ミケランジェロ・ブラノチに描いたカシナの戦いの絵ということになります。するとですね、両者に全く同じ人物がいることがわかります。もう一度上と 下を比較してみてください。赤枠で囲ってみました。上がイナンナですから下もイナンナ、つまりマリアということになります。そして黄枠で囲った人物を比較してみてください。全く同じです。ということはこの上がシャマーシュですから下もシャマーシュということになります。で、このシャマーシュは誰かということなんですけども、頭を見ていただくとその謎が解けます。頭には花冠をかぶっています。中世の絵というのはですね、左右端にですね、下端に中心的な人物を描く習わしになっていたようです。ともかくもこの人物はですね、頭に花冠をつけている、つまりこの群像の中で長であることを示します。つまりイエスということになるわけです。で、シャマーシュイエス先生とつながっていくわけですけども、それは今日のポイントではありません。で、頭を、まあ、念のために見てください。で、その頭を拡大してみるとですね、花冠をかぶっているのがわかります。つまり王、この中の長であることを示すということになります。イコールイエスということになります。で、話を先に進めていきますが、もう一度確認してください。赤い枠で囲ったのがイナンナです。マリアです。で、この人物は足の皮をベロッと剥いでいますね。そして右下の人物はシャマーシュです。この人物も足の皮をベロッと剥いでいます。靴下を剥いでいるのではありません。皮を剥いでいます。で、この中には他に2人の女性がいます。で、それを注意深く見ていただきたいんですけども、この赤い四角で囲った部分に注意してください。ここには女性の性器が正確に表現されています。つまりこの人物は女性ということになります。で、もう一人右ですね、この人物には胸があります。女性の胸があります。つまりこの人物も女性ということになります。つまりこのカシナの戦いの中にはマリアを含めると3人の女性、少なくとも3人の女性が描かれているということになります。で、もう一人怪しい人物がいるわけですけども、この人物は私は男性だと判断していますが、体つきから考えて今ピンクの四角で囲った人物ですけども、まあ女性ではないかなということで分かりませんが、しかしここではですね、クエスチョンマークをつけておきます。まあ、ともかくもここには少なくとも3人の、まあ、女性がいるということですね。で、そのことをですね、ピスティス・ソフィアには次のように書いてあります。この情報はですね、ポルトガル在住のですね、時々情報を送ってくださるロクサーナ・ハランディさんという方からいただきました。つまりグノーシス派の聖書であるピスティス・ソフィアによればですね、イエスには妻ともう一人の女性の弟子がいたというのです。で、私たちグノーシス派はイエスが結婚していたことを知っていますとです。そこでもう一度整理してみます。マリアですね、バージンマダー、イエスの母ということになっています。そして同じマリアですけども、マグダラのマリアということになります。そしてもう一人の、まあ、女性というのはマルタ、英語読みでは
マーサとなります。でこの3人の女性が登場するということになります。となるとマルタというのは誰のことなのでしょうか。そこでもう一度冒頭で話しましたことを思い出していただきたいと思うんですけども、その弟子の中には一番下ですね、イエスの母のマリア、マグダラのマリア、それにマルタ、つまりマーサが含まれているというのです。となりますとこの3人を合わせて私はマリアというのではないかと考えています。マリア三人説ということになりますが、根拠がないわけではありません。マルタ、つまりマーサというのは新約聖書の中に出てくる名前ですが、次のようにあります。新約聖書の中の女性、ベタニアに住み妹マリアとともに知られている、イエスの接待をよくしキリスト教婦人の象徴とされるが、妹がイエスの話に聞き入るばかりなのを非難して逆にイエスから注意されたというのです。ここにマルタの妹としてマリアという名前が出てきます。つまりマルタとマリアは大変近い関係にあった、姉妹の関係にあったということになります。でその妹のマリアについて次のように書いてあります。中世のカトリックではマルタの妹のマリアがマグダラのマリアと同一視されていたが、新約聖書ではマルタの妹のマリアとマグダラのマリアは別人であると考えられているというのです。つまりここで3人のマリアが出揃うことになります。聖母マリアとマグダラのマリアと、そしてマルタの妹のマリアということになります。で中世の常識に従えばマルタの妹のマリアイコールマグダラのマリアということになると、イエスの妻はもう一人の女性、つまりマルタ、英語名マーサになるのではないでしょうか。あるいはその可能性もあるというレベルの話なのかもしれません。さらに現在の解釈によればですね、マルタの妹のマリアがですねマグダラのマリアではないということになりますと、もう一人のマリアがそこに登場する、イコールそのマリアこそがひょっとしたらイエスの妻ということになるのかもしれません。まあ、ともかくもイエスの妻はそのマリアか、あるいはマルタということになります。現在イエスの妻の福音書と呼ばれているパピルスの断片にはですね、イエスが私の妻は私の妻はと語っている部分があるというのです。つまりイエスには妻がいたということになりますが、その妻というのは流れからするとですね、イエスの世話をしていたマルタということになるのかもしれません。まあ、イエスの妻の名前は誰であるか分かっていませんが、マルタもしくはその妹のマリアということになるのかもしれません。私はマルタ、マーサがイエスの妻ではなかったかと考えています。で話を戻しますが、最後の晩餐の絵はあれは晩餐の絵ではなくて、まさにイエスとマルタ、あるいはマーサの結婚式の様子を表現したものだと考えています。続く動画の中でそれを皆さんにご覧いただきます。で結論というかそのおさらいになります。この女性の安らかな笑顔に注意してください。ともかくも最後の晩餐という絵はですね、つまりは最後の晩餐というような晩餐を描いたものではなくて、これはイエスと、まあ、マリア、
あるいはマルタの結婚式、もしくは婚約発表風景を描いたものであると考えるのはごく自然なことです。というのも、先ほど言いましたように、イエスの向かって左側に、まあ、微笑んでいる女性はですね、これはどう見ても女性であり、ヨハネということには無理があるということですね。と同時に、マリアの名前というのは聖書の中にも最も多く出てきているということです。そしてマリア、マリアと呼んでいますけれども、そのマリアというのは今でもなく、まあ、いわゆる聖母マリアのことでもないし、またマグダラのマリアのことでもないわけですが、マグダラのマリアと言われている人はイエスのそばに長くいたということになってきますと、その都度マグダラのマリアと断っていたわけではなくて、マリアという人物がそばにいたということになるわけです。で、そのマリアとは誰かという、まあ、謎を解くヒントがですね、つまりはマルタにあったわけです。つまりイエスの世話係、世話役をしていた女性ということになるわけです。ではそのマルタがイエスの妻であったかというと、まあ、マルタという名前は一度しか出てきていないわけですね。となるとやはりイエスの妻はマリアということになるわけです。となるとマルタとマリアの関係ですけども、姉妹という関係からですね、マルタの妹のマリアがイエスの妻になった可能性がぐんと高くなるということです。そういう点からですね、この最後の晩餐の中で表現されている、まあ、女性は、私はマルタ、もしくはマルタの妹のマリアであると判断しました。今のところまだ仮説と位置づけた方が正しいのかもしれませんが、しかしダ・ヴィンチなる画家はですね、このような手法で絵をたくさん描いています。例えば聖ジェロームをテーマにしながら神を描いた、あるいは岩窟の聖母をテーマとしてラミアを描いた、あるいは受胎告知をテーマとして魔女のストリクスを描いたなどなど、そうした例は大変多いと言いますか、その流れの中に最後の晩餐の絵もあると判断するということはそれほど間違っていないと思います。つまり最後の晩餐をテーマにして、つまりはイエスとマリア、もしくはマルタの結婚式、もしくは婚約発表の様子を描いたものというふうに考えるというわけです。で、その婚約発表もしくは結婚式の様子をこのような形で表現したということになるわけです。まあ、当然裏切り者のユダはいないということになるわけですね。ですから、まあ、中央左に描かれているのはヨハネではなくて、つまりはイエスの妻ということになるわけです。となるとこの雰囲気ですね、今皆さんにもう一度ご覧いただきたいんですけども、この、まあ、女性ですね、これどう見ても女性なんですよね。その証拠に、岩窟の聖母の女性と全く同じということになるわけです。ですから、まあ、イエスの妻をですね、このように形でテーマとして描きながらも、その向こうで、まあ、魔女ラミアを描き、そしてその向こうでイエスの妻を描いたということになるのではないでしょうか。今確認していただいているのはですね、左の人物はこれは女性であるということですね。ヨハネであるというふうに位置づけるものですから、話がわけが分からなくなっていますかね、混乱するということになるのではないでしょうか。素直に見れば女性である。となるとこの女性は誰かということなんですけども、流れからするとイエスの妻ということになる、イコールその妻イコールマリアということになりますと、まあ、マルタの妹のマリアと考えるのが自然な流れということになるのではないでしょうか。まあ、この女性をですね、左の女性をマグダラのマリアと結びつけてしまうと、やはりいろんな場面で無理が生ずるということになるわけです。もっと分かりやすく言えばですね、マリアは3人いたということになります。いわゆる、まあ、聖母マドンナのマリアと、それからマグダラのマリアと、それからマルタの妹のマリア、イコールイエスの妻ということになるのではないでしょうか。まあ、しかしマルタが妻であった可能性も捨てきれませんので、ここでは一応ペンディングということにしておきます。ということで、続く動画をどうかご覧になってください。最後の晩餐はつまりはイエスとマリアの結婚式の様子を表現したものであるという大変楽しいロマンチックな動画ということになります。Thank you.
a controversial document that suggests that Jesus of Nazareth had a wife is most likely ancient and not a modern forgery, according to a paper published today in the Harvard Theological Review. The papyrus fragment, known as the Gospel of Jesus' Wife, has been the subject of widespread debate since it was discovered in 2012 because it includes the phrase Jesus said to them, "My wife." It also mentions that she'll be able to be my disciple, which leads some to question whether women should be allowed to become Catholic priests. 本題に入る前に一言。この絵は最後の晩餐と言われている絵です。日本語で晩と言いますと夕方を指しますが、英語で晩というと日没後から寝るまでの時間帯を言います。そのイーブニングに取る食事がサパーということになります。で、この絵の題はラストサパーとなっています。で、中央にいる人物がイエスであることには間違いないと思いますが、向かってその左側にいる人物は、私はイエスの妻ではないかと考えています。つまり、この絵は世間一般で言われているような最後の晩餐というような深刻な絵ではなくて、むしろその真逆、もっと楽しい風景を描いた絵ではないかと考えています。広志林、浜松シティ、ジャパン。ナザレのイエスには妻がいたかどうか、ハーバード神学報告書によれば、その論争になっている書類は近代に偽造された偽物ではなく古代のものである可能性が高いということが分かった。そのパピルスの断片はイエスの妻の福音書として知られている。それは2012年に発見されて以来広く論争の的になっている。というのもその中にイエスは彼らに私の妻はという記述があるからである。その断片はまたこうも述べている。彼女は私の弟子になることもできるだろうと。このことは女性がカトリックの神父になることを許されるべきかどうかという質問にもつながったと。A controversial document that suggests that Jesus of Nazareth had a wife is most likely ancient and not a modern forgery, according to a paper published today in the Harvard Technological Review. The papyrus fragment, known as the Gospel of Jesus' Wife, has been the subject of widespread debate since it was discovered in 2012 because it includes the phrase,Jesus said to them, My wife. It also mentions that she'll be able to be my disciple, which led some to question whether women should be allowed to become Catholic priests. Who is his wife? And what is she?広志林、浜松テレビ、ジャパン。レオナルド・ダ・ヴィンチが描いたとされる最後の晩餐の
絵です。この中にイエスを中心として12人の弟子の姿が描かれているといいますが、本当にそうなのでしょうか。本当に12人の弟子なのでしょうか。右から順に名前を拾ってみます。サイモンです。タデウスです。マテューです。フィリップです。ジェームズです。トーマスです。そして今度は左端へ来てバーフロメウです。ジェームズです。アンドリューです。手前にいるのがジュダ、つまりユダです。そして後ろにいるのがピーター、そしてイエスの最側近にいるのがジョン、つまりヨハネです。念のために他の資料でも調べてみました。同じです。特に注意していただきたいのがイエスの向かって左側にいるジョンとそしてユダです。ジョンというのは最も重要な弟子の一人でしたが、私林博士はイエスの向かって左側にいる人物はマグダラのマリアと判断しました。赤い色をつけてみましたが、これがもしマグダラのマリアならイエスは最も重要な最後の晩餐の席に女性であるマグダラのマリアを連れてきたことになります。ただならぬ関係ということになります。さらにその左にそこにいてはならない人物、つまりユダが座っています。緑色の色をつけてみました。もし赤い色の人物がマグダラのマリアであるとするならば数が合いません。12人の弟子のはずです。もう一人はどこへ行ったか、言い換えるとユダがここにいてはいけないということになりますが、ユダはいます。なぜでしょうかが、ここにいる赤色で塗った人物はマグダラのマリアです。聖母マリアとマグダラのマリアは一人二役の、言うなれば操り人形マリアでした。その証拠がレオナルド・ダ・ヴィンチが描いたとされる岩窟の聖母の絵の中に残っていました。ルーブル版です。右が岩窟の聖母の中に描かれている聖母マリアです。そして左がイエスの向かって左側に座っている人物です。比較してみてください。全く同じです。衣服の模様も同じです。顔も違いがありません。やや垂れ目の目になっています。皆さん自身で確認してください。今日の最も重要なポイントです。この両者は同じです。ついでに衣服の色も比較してみてください。左の人物の服の色と下のイエスの服の色は赤と青がちょうど反転した形で同じです。ここまで同じであるにもかかわらず左の人物はジョン、つまりヨハネということになっています。なぜでしょうか。言うまでもなく、ここにマグダラのマリアがいるということはローマンカトリックにとっては誠にもってまずいということになりますが、誰が見ても向かって左側の人物はマリア、そして林博士のマリアイコールマグダラのマリア説を重ねるならさらにさらにまずいということになりますが、
この左側の人物はマグダラのマリアです。が、ここに座っている人物がマグダラのマリアであるとすると、さらに深刻な問題が起きてきます。今まで人間史の中で永遠と積み重ねてきた12人の弟子とその名前が総崩れになってしまうからです。一人足りないことはもちろんのこと、イエスの最側近の人物がヨハネでないとすると、順送りにドミノ倒しのように名前と顔がずれていきます。言い換えると、この最後の晩餐を土台にして考えてきた人間史は一体何であったかということになってしまいます。もちろん私林博士はこの絵の中にユダはいるはずもない、いるべきではないと考えています。その理由の一つが、ミケランジェロなる画家が描いたとされるあのカッシナの戦いの絵です。あのカッシナの戦いの絵の中には12人プラスアルファの弟子が描かれていますが、ユダの姿はありません。ユダの手だけが水の中から出ています。が、なぜかユダがいます。なぜユダがこんなところにいるのでしょうか。そしてヨハネはどこにいるのでしょうか。さらにマグダラのマリアがなぜここにいるのでしょうか。繰り返しますが、イエスにとっても最重要であったはずの最後の晩餐の席にマグダラのマリアがそこにいたということになります。つまりこの時点において、マグダラのマリアはイエスにとっては妻以上の存在であったということになるのではないでしょうか。右がイエス、そして左がマグダラのマリアです。同じような絵がイタリアのサンタ・マリア・マジョリーナ・カシードラルにあります。イタリアでも最大のマリア教会です。そこにこんな絵画が残っています。左がイエス、右がと言いたいんですけども、イエスよりも若い感じがします。イエスはこの時33歳前後ですから、その右にいるマリアは聖母マリアということはありえません。もし聖母マリアなら50歳以上になっているはずです。もう皆さんお分かりかと思いますが、マグダラのマリアはイエスにとっては妻以上、あるいは妻そのものでした。その証拠がイエスの妻の福音書と呼ばれているものです。以前からこの福音書があることは知られていましたが、偽物ではないかという説もありました。ともかくもそれについての結論が出ましたので報告します。ナザレのイエスには妻がいたかどうか、ハーバード神学報告ハーバードテクノロジカルレビューによれば、その論争になっている書類は近代に偽造された偽物ではなく古代のものである可能性が高い、 most likely と書いてありますけれども、ということが分かった。そのパピルスの断片はイエスの妻の福音書として知られている。それは2012年に発見されて以来広く論争の的になっている。というのも、その中にイエスは彼らに私の妻はという記述があるからである。繰り返します。その中にイエスは彼らに私の妻はという記述があるからである。またその断片はこうも述べている。彼女は私の弟子になることもできるだろうと。このことは女性が
カトリックの神父になるのを許されるべきかどうかという質問にもつながった。結論ということになりますが、イエスには妻がいた。しかもその妻というのはマグダラのマリアであったということになると、ローマンカトリックにとっては誠に誠に誠にもってまずいということになります。つまり今までのローマンカトリックのあの厳しい戒律は何であったかということになってしまいます。言い換えると、今までローマンカトリックが作り上げてきた人間史は何であったかということにもなってしまいます。裏を返して言うと、これこそまさに捏造された人間史の一例ということになるのではないでしょうか。皆さん自身で判断してください。 Bye for now。Wikipedia writes as follows. Mary Magdalene, literally translated as Mary the Magdalene or Mary of Magdala, was a Jewish woman who, according to text included in the New Testament, traveled with Jesus as one of his followers.She is said to have witnessed Jesus' crucifixion and resurrection. Within the four Gospels, she is named at least 12 times more than most of the apostles. Wikipedia 百科事典は次のように書いています。マグダラのマリアというのはユダヤ人の女性で、新約聖書によればイエスの弟子とともにイエスと一緒に旅をしたという。マグダラのマリアはイエスの貼り付けおよび復活を目撃したと言われている。4つの福音書の中でマグダラのマリアは少なくとも12回その名前が出てくる。つまり他の弟子以上の弟子であったと。広し林浜祭りジャパン。1500年後のつまりルネサンスの時代に現れたイエス・キリストの操り人形芸術家であったのがレオナルド・ダ・ヴィンチということになります。そのレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる壁画が最後の晩餐の壁画です。その壁画の中央に座っているのがイエス・キリストということになります。そしてその向かって左側に座っているのが誰かということですけども、一般には弟子のヨハネと言われていますが、本当にそうでしょうか。ヨハネと言われている人物に注意してください。どう見ても女性顔にしか私には見えないのです。そこで調べてみると、大変よく似た人物が別の絵の中に描かれているのが分かりました。岩窟の聖母という絵の中です。この中央に座っているのが岩窟の聖母、つまりマリアということになります。拡大し先の最後の晩餐の絵の中に描かれている人物と比較してみます。この両者は全く違いがないという点で同じ人物と判断しました。2012年に発表しました。皆さん自身でも比較してみてください。つまり右が聖母、
つまりマドンナ・マリアであるならば、左もマドンナ・マリアということになりますが、年齢が合いません。右から左までの年月はイエスの生涯を考え合わせるなら、少なくとも33年の年月が流れているということになります。右は聖母マリア、左はマグダラのマリア、つまり聖母マリアイコールマグダラのマリア、私のマリア一人二役説はこんなところから生まれました。つまり一般に言われているように、左の人物はこれは弟子のヨハネではありません。絵を見れば一目瞭然ですが、そのことを知っていた人がもう一人いました。それがもう一人の1500年後のイエスの操り人形芸術家であったミケランジェロ・ブアノルティです。1500年後のイエスは同じコンセプトをミケランジェロの彫刻を通して表現しています。ピエタ像です。処刑されたイエスを抱くマリア、聖母マリアということになっています。その顔と同じくミケランジェロが彫刻したとされる聖母子の中に表現されているマリアの顔と比較してみてください。この両者は全く同じですがおかしいと思いませんか。少なくともその間には少なくとも33年の年月が流れているはずですが、左のマリアは全く年を取っていません。一般にはマリアは年を取らなかったと説明されていますが、本当にそう考えてよいのでしょうか。が、ここに先に説明しましたように、聖母マリアイコールマグダラのマリア、一人二役説を重ね合わせてみると、その謎が簡単に解けるのではないでしょうか。つまり、ダ・ヴィンチなる画家の2枚の絵を通して表現されているその思想と、ミケランジェロなる芸術家の2つの彫刻を通して表現されているその思想がこうして一致しているということです。上がミケランジェロの2つの彫刻です。下がダ・ヴィンチの2枚の絵です。向かって右が聖母マリア、向かって左がマグダラのマリアということになります。つまり繰り返しますが、聖母マリアイコールマグダラのマリア、一人二役説はこうして生まれましたが、それだけではありません。さらにその上にマリアイコールイナンナ・イシュタール説を重ね合わせてみると、ここに表現されているマリア・マリアはつまりは替え玉マリアということになります。私たちが知っている貼り付けにあったイエス・キリストが替え玉であったように、マリアもまた替え玉であったということになります。つまりイナンナ・イシュタールがマリアという替え玉を操って私たち人間を指導していたということになります。上の像がイナンナ・イシュタールです。もちろんイナンナ・イシュタールは人間ではありませんでした。神です。その証拠の一つがこの像の目の中に残っていました。このイナンナ・イシュタールの目に注意してください。目の中に目があります。つまりこのイナンナ・イシュタールはオーバーオールヘルメットをかぶっているということになります。ついでながらキリストが生まれる以前からイナンナ・イシュタールのヘブライ名、ラテン名はマリアでした。エジプトでもマリと呼ばれていました。それはともかくも、古代の神々も含めてマリアもまた仮面を必要とする神であったということになります。もう一度簡単に検証してみます。
イナンナ・イシュタールです。そしてこのような仮面も見つかっています。左はオーバーオールヘルメット、つまりすっぽり型の仮面ということになります。そして右はいわゆるマスク、仮面ということになります。この両者は全く同じです。さらにイナンナ・イシュタールが仮面をかぶっていたという決定的な証拠を皆さんにお見せします。それがこの右の図ということになります。左の像をですね、右のように図解したというわけです。そして頭の後ろを見ていただきたいのですけども、その後ろには2本のマスクバンドが取り付けられているのがわかります。つまりオーバーオールヘルメットをこのような形でバンドで留めていたということになります。つまりイナンナ・イシュタールはこうしたオーバーオールヘルメット、もしくは仮面を必要とする女神であったということになります。そしてその女神と人間の間に立ったのが替え玉マリアということになります。そしてその替え玉マリアは聖母マリアと言われているマリアとマグダラのマリアと呼ばれているマリアは一人二役の同一人物であったということになります。言うまでもなくイナンナ・イシュタールのシンボルマークは八方向に伸びる金星のマーク、そしてマリアのシンボルマークも同じ八方向に伸びる星のマークです。